突然にそれは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔、こう生きる君と懐かしいな出会い、僕の代には今こんなものがあって、こんな暮らしをしてるよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うことのできない僕らそれぞれの世界から、綴る言葉募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれて、ずんだ生きる時代が来たけどさ、それも時間を超えて、君と君と伝えた想い、願いが叶うなら一目でいいか、愛さんが好きだから、不意に思い出したのは君が生きる時代の明日、起こること悲しいこと伝えなくちゃ、どうか奇跡を起きて、過ぎてく時と変わる季節、あれから途絶えた手紙、もう届かない言葉だけが胸を締め付ける、遥か彼方百年先を君が見てみたいと願った未来も、今そこでも歩いているよ、不思議想いを胸に抱いたまま、そんな僕に届いた手紙、見覚えのある待ち焦がれていた文字、それは君があの日を超えて僕に書いた最後の小泉、君が君の時代を生きた証を、癒しを超えて握りしめて、僕が僕の時代に見るこの日